崩壊降臨。タッハッセイフッフッセイ。今こそ裁きの時。フッタッドセイ。裁き。私は褒めてやろう。確かにお前は他と違う。だが所詮は人類よ。それにしてもおかしいね。さっきの戦いでもお前は全力を出していない。神の鍵を二本も持っているのに、どうして一つしか使わないのだ。その時ではないからか。それとも、もしかして、そもそも使えないとか。どのみち状況は変わらないけどね。死ぬがいい。見事な戦いだ。さすがは崩壊の女王だよ。君の姿はいつでも輝かしい。お前、お前のことは知っているよ。私を呼び覚ました人類、神の力を狙う悲しき人類。覚えてもらえているとは光栄だね。それなら、君に二回目の命を与えたお礼に、彼女のことは見逃してもらえないかな。彼女は僕の友なんだ。彼女には傷ついてほしくないのだよ。私が手を下す価値もない。お前がそう言うなら残してやろう。さすがは人類史上最大の災害、第二次崩壊をもたらした空の律者だ。神に匹敵する力を持っているだけでなく、対極を見極める先見も持ち合わせているとは、参ったね。つまらないおだてだね。お前たちに興味はない。あの小娘たちが目標だ。しかし、お前のような者が王になれるとはね。人類とは本当に悲しいものだ。ひどいざまだ。君がこれほどの傷を負うのを見るのは、500年前の天球砲以来かな。とにかく、先に手当てをしよう。実験の第一段階の成功を祝うためとでも思ってくれ。どうして?おや、まだ喋れるのか。どうして逃がしたのです?彼女の目標を知っているでしょう?ああ、知っているよ。彼女の目標はテレサだ。すぐに追いつくだろうね。そして、もう邪魔は入らない。最後まで戦うだろうね。なんだと?そうだ、君に言ってなかったね。安心してくれ。君にとっていいニュースだ。K423はまだ死んでないよ。まだ生きててもらわないと困る。あの体には、今二つの意識がある。君たちがキアナと呼ぶ K423 の意識と、空の律者シーリンの意識だ。
セレニティジェムと高濃度の崩壊エネルギーを吸収したことで、眠っていたシーリンの意識が目覚め、体の占領に成功し、そして空の律者が覚醒することになった。これはまだ僕が望む結果ではないよ。現状は実験の第一段階が終わった状態だ。これからが本当の実験さ。律者が覚醒したことで K423 の意識は眠りに入ったが、消えたわけではない。では逆に K423 がシーリンの意識に勝ったとしたら、答えは律者の力を持った人類が誕生する。すでに第三律者と第四律者で立証済みだ。律者の意識が抑え込まれてもその力が消えることはない。言うことを聞かせるなら、律者より断然人間の方が簡単だ。もちろん K423 の意識が勝つのは簡単ではないよ。だが可能性がないとは言えない。まさか。君も分かった。その通り。感情だ。感情は奇跡を生み出す。しかし僕は人と人の深い情が最も純粋で最も強い力となれると思うんだ。聖フレイヤ学園に入学した K423 は2年の間、そこでたくさんの断ち切ることができない絆を結んだ。その幸せな思い出の数々が K423 の力となり、愛を知らない律者の心を引き裂くだろう。しかし彼女たちの命が。分かっているよ。力の差は歴然だ。だが手を貸すつもりはない。この聖なる戦いに外部から関与してはならない。人は絶体絶命になって初めて最も輝かしい光を見せる。僕の計算では犠牲者が出れば K423 は体を取り戻せるのだよ。僕はテレサと彼女の精度を信じているよ。愛で律者を殺す、この偉業は彼女たちにしか達成できない。友よ、君の行動はすでに僕の予想を超えている。だから君に全てを教えた。これでも君は僕に抗い、僕を阻止するつもりなのか？友、あなたの言うことは常軌を逸している。底知れない身勝手と嘘にまみれている。他者の運命をもてあそび、感情を踏みにじっている。悪人である自覚すらない。モッドアポカリプス、私は心の底からあなたが悲しくも憎い存在だと思う。精鋭仙人、僕は嘘をついてないよ。ここはどこ？監獄の中？そうだ、私捕まったんだ。それから何の音よ。あ、体が重いわ。どれくらい寝てたの？学院長たちは大丈夫かしら？早くここから出ないと。
血清？どうしてここに？あんたなの？不可。ずいぶんと変わっちゃったわね。それで捕虜の私に何の用？それは崩壊エネルギーを中和する血清です。体を侵食する崩壊エネルギーを中和してくれます。安全な場所についてから使ってください。血清が体内の崩壊エネルギーを中和したらバルキリーの力もなくなりますので。プレゼント、ありがとうって言うべきかしら。律者が覚醒しました。ここから出たら北の見張島に向かってください。そこは安全ですから。そこまでは見張りなどもいますが、あなたなら問題ないでしょう。そんなのいらないわよ。学園長たちは今どこにいるの？仲間たちを助けたいのなら見張り島のさらに先に進んでください。見張り島の向こうにある実験室で待っています。ちょっと待ちなさい。ドアが開いている？まあいいわ。あの声は？デスラ。落ち着いて。何かされたの？あいつ私を侮辱したのよ。え？私に縄をかけながらペコペコ謝り続けたの。少し窮屈かもしれません。お気分を害してしまいすみませんって。だったらほどきなさい。しかも最低なことにわざわざ縄に香水をつけたのよ。バカにしてるでしょ。とりあえず縄を解くわね。私の知っているのはこれ。私たちの状況もいいとは言えないけど、ボサ頭たちが心配ね。そいつの言う実験室に行ってみるしかないか。ハイペリオンに連絡する方法も探さないと。今回の相手はどこに隠れているのかしら。このエレベーターは使えないようね。ふん、たかがエレベーターごとき。動かせないならテスラじゃないよ。来た道を戻るよ。メインネットにつながる端末が必要よ。敵目標捜索中。どこに隠れているのかしら。目標捜索中。どこに隠れているのかしら。艦長、期待しているわね。できた。艦長、期待しているわね。目標、捜索中。どこに隠れ。ここは実験室というより工場ね。あら、お出迎えが来たわよ。全部片付けてくまなく探すわよ。広くもなさそうなのにいっぱい隠してるわね。実験室のメインコントロールシステムが見つかったわよ。10分ちょうだい。じっくり研究するから。ちょうどいいわ。私も上で少し休むわね。満身創痍ですね。やっと来たわね。フカ、ここがあんたの言ってた場所なの？いいえ、もっと下です。そこに答えがありますよ。いや、この装置は、この符号は覚えています。奥の手としてこれも用意してたのか。
前言撤回です。この階にもあなたたちにとって重要なものがあります。よくよく探してください。必ず見つけてください。ちょっと、え、何やってんの。そんなところでボケっとしちゃって、呼んでも返事ないし。ボケット？戦いが過酷すぎて頭も壊れちゃったわけ。まあいいわ、早く来て。すっごいもの見つけたんだから。これはせー、アクシデントはあったが、律者殺しは第二次崩壊で十分その価値を証明したよ。セシリアの血は極めて高い完成度に到達したと言える。あと一歩で聖なるシャニアテの血が完成する。律者殺し、オットーが第二次崩壊で律者に使った秘密武器。続きを読みましょう。なぜだ。もう14年目だ。あと一歩だというのに、なぜ聖なる血に進展がないのだ。僕はせっかちになったのだろうか。何これ。チッ、ファイヤーでも簡単よ。なぜだ。もう14、3つのジェムの力を引き出す実験は着々と進み、もうすぐ試験段階に入る。だがそれまでに聖なる血が完成しなければ計画全体が遅れてしまうな。それはダメだ。スランプに入ったみたいね。もう解決方法は見つかってるわよね。調査を続けるわよ。小娘たち。マーキ博士は本当に天才だ。マーキ博士？彼が設計した HSN-B46 血清は、なんと体内に循環することで崩壊エネルギーの力を失わせ外に出してしまうのだ。彼はこれをバルキリーの治療薬として開発したのだが、僕は一目で本当の価値が分かったよ。これこそが僕が探し求めていた聖なる血を完成させる最後のピースだ。博士と共に祝杯をあげたかったが、残念ながら博士はもうこの世にいない。数式から導き出した比率をもとに、聖なる血のサンプルに HSN-B46 血清を混ぜると、液体は鮮やかな赤色になった。実験記録、初実験。3組の実験対象は、それぞれ普通の女性、C 級バルキリー、感染した女性ゾンビだ。年齢は全員18歳。身長、体重、及び各種生命指数は、すべて人類の平均値である。実験結果、注射後、普通の人類に反応は見られなかったが、バルキリーは改造によって得られた崩壊エネルギーをコントロールする力を失った。そして、一番面白い結果を出したのがゾンビたちだ。注射後のゾンビは苦痛に苛まれ暴走し、うち少数は意識を失った。意識を失った個体からは、再び微弱な脳波が測定された。仮説を立証するには実験を繰り返す必要があるが、残念なことに、HSN-B46 血清の製造は大量の資源を要するため、スピーディーに実験を繰り返すことができない。ここで終わりよ。いっぺんに最後まで書きなさいよ。もう、実験結果が気になってしょうがないじゃない。もうすぐ目的のものが見つかるような気がするわね。HSN-B46? これが最後の記録よ。何でもいいから役に立つもの書きなさいよ。どうなってんのよこれ。成功だ。聖なる血と血清を混ぜた液体を注射された帝王型崩壊獣は目に見えて衰えていった。同時にその体内の崩壊エネルギーも主体のコントロールから脱した。
崩壊エネルギーだけで構成された帝王型崩壊獣は、結果的に一瞬で怪人に帰した。やっと完成したよ。これこそが人類の神殺しの槍。すべての準備が整った。K423 は計画通りに聖フレイヤ学園に入学した。監視役も配置済みだ。神殺しの槍も手に入った。あとは、収穫を待つだけだ。少佐、今までありがとうございました。いずれまた未来で会いましょう。ありがとう。みんな、待ってて。今戻るから。テスラさんが送った座標まで、あと4キロです。近くに異常は見られません。わかった。減速と降下を始める。テスラたちの捜索準備を始めてくれ。全小隊油断するな。律者が虚数空間からいつ攻撃してくるかわからないぞ。負傷者の状況はどうでしょうか。いいとは言えないな。テレサさんの怪我はなんとか落ち着いたが、目を覚ますまでしばらく時間がかかるだろう。メイだが、コンケストジェムを奪われた時に心臓が傷ついてしまい、弱っていく一方だ。すぐにでも心臓手術が必要だ。テスラたちを見つけ次第撤退。レーダーが戦艦に侵入する崩壊獣の大群をキャッチしました。戦闘準備。執行命令。何が起こったのです？ハイペリオンが緊急降下しているのですか？急いで戻らないと。姫子少佐、よくやったわね、ブローニャ。敵が来ます。すぐにハイペリオに戻って。ここは私に任せな。時空の曲率がおかしいわ。こんな高濃度の崩壊エネルギーは見たことないわよ。しかも敵が増え続けてる。な
何よ、律者だからって何でもありなわけ。敵は私が引きつけるわ。負傷者の安全を優先して。ハイペリオンは起動できるの？左舷装甲が外れてるし、動力室は正面から攻撃受けてるし、防振システムも破損が見られるし、復旧には時間がかかるし、今の点火率からして。落ち着いて、所要時間だけ教えて。3分よ。あと3分持てばこのふざけた場所から離れられるよ。弾かれた。台本通りに演じないとダメでしょ。キアナ、やっとお前たちを見つけたよ。順番が変わってしまったが、まあいい。虫けらに変わりはない。お前から殺してやろう。待ってたわよ、クソったれ律者。血が出たわね。神も負傷するのね。なぜだ。お前などとっくに何十回と殺せたはず。それは申し訳ないわね。私って結構手強いのよね。無礼な人類よ。人類人類って言いづらくないわけ。私にはちゃんと名前があるのよ。よく覚えておきなさい。あんたが今戦っているのは村田姫子よ。キラのくせに。あの装甲に私のジェムが。ならば全力を持ってお前を引き裂いてやろう。システム準備完了。出力準備完了。起動照準完了。目標ロックオン。距離誤差調整完了。君が作ってくれたチャンスを無駄にはしないよ。撃て！なんだこれは。どうして私の体が。
今回は大ごとになっちゃったわね。まあいいわ。少し新鮮な空気でも吸おうかしら。みんなして子供のままのような子だけど、でも好きな場所だった。これからも長い長い道が待っているわよね。みんな、ブーンを祈るわ。ほんと、あと一杯飲みたかったわ。たわよ。死を迎える準備は整った。力の神を抗うのよ。Yeah!
授業はおしまいよ。